西暦120年の属州ガリア・アクイタニア・ガリア。アクイタニアは、ローマ帝国の属州の一つ。かつてのアクイタニア地方であり、現在のフランス南西部アキテーヌ地方に該当する。東方に、ガリア・ルグドネンシス、南方に、ガリア・ナルボネンシス、西方に、ヒスパニア・タラコネンシスの各属州と接していた。もともとは、ケルト人が住み、 南方のローマとは違う文化圏であった。アクイタニアの名は、現地の部族、アクイタニ族に由来する。そこに、ガイウス・ユリウス・カイサルが信仰、ローマの属州とする。アウグストゥスの知性に、皇帝属州となる。皇帝の命を受けた、プロプライトルは軍隊を従えず、認知に赴いた。アクイタニア属州の州都は、メディオラヌム・サントヌムに置かれた。 紀元前58年の俗州ガリア・アクイタニア、ディオクレティアヌスの地勢には、ガリア・アクイタニアは、アクイタニア・プリマ、アクイタニア、セクンダ、アクイタニア・テルティアの3つに分割された。418年、ローマ皇帝ホノリウスは、西ゴート人を有法者として扱い、この地を永住の地として与える。そして、これが、西ゴート王国の始まりとなった。 そして西ローマ帝国滅亡後に西ゴート族は彼らはトロサを拠点としピレニエ山脈を越えてヒスパニアに侵攻する。しかし507年にはフランク族に押される。629年メロビング朝のクロタール2世が死去するとフランク王国を息子で分割。西フランク王国の基礎となった。ありがとうございます。